ある程度この辺の雑魚をぶっ飛ばして、こっち側はいけないのか。雑魚ぶっ飛ばしてステンレスと変える、また出てきた、お前愛のやつだ。いやこいつさ、こいつ手強いのは知ってんだよ。遠距離で戦った方がいいと思う。いややっちゃった、はめ殺しになるから。でもおじさん今団子っていう、もう殿下の宝刀があるからな、これを使えばどうにかなる。でせっかくだから、術、これをこうして、これで戦いやすくなる。よしよし。で、ある程度打撃。おお、はめ殺し、はめ殺し。あ、いいね、いいね、いいね。たまらん。赤い水晶玉。おお、水晶玉2個目。パワーアップミルク、おちんぽミルク手に入れた。はい、やったぜと。なんか手骨折しなかった、今。で、ステータス見よう。10の8だよな。レベルが10の強さ8、経験値6595。これがおちんぽミルクを使うことによって HP329、 術がやっぱ増えるだけか。レベルと強さ変わってないか。編集の画面を見直そう。多分術の回数が1個増えたとかその程度か。はい、でまた新マップ。おお、いまだに紫のやつとか青いやつ出んのか。なんか肉弾戦が得意な忍者ばっか出てきてる。小判が欲しい。ステンレス刀を早いとこ装備したい。今のところ忍者のくせに素手で戦ってるからな。忍者って大体手裏剣投げたりとかさ、その武器使って戦うイメージあるんだけど、その素手で殴り合う文句とかじゃねえんだからよ。修行僧とかじゃねえんだから。刀とかさ、そういうのをいい加減身につけた方がいいよね。あの木になれのやつうぜえな、やっぱ。敵にも木になれ当たればいいんだけどさ。あーダメだ、やっぱ木になってる最中怒られる。お、レベル上がった。いいね。レベル上がると術の回数回復するのか。そういう仕様か。いや見当たんなくなっちゃった。来た来た来た。あー、くそ。的がね意外と小さいんだよな。あ、出てきた。こいつ同じやつか。まあ、一応初めてのマップだから全員を倒す。全員を倒すことによって、まあ、何かしらのイベントが起きるかもしんないから出てきてくんない。いや1体だけだったらめちゃくちゃ倒しにくいんだよなこいつな。これはね、やったことある人しか分かんないと思う。もう上下移動が OKOKオッケーオッケー、ナイス。上下移動が遅せんだよな。上下もダッシュできればいいんだけどさ。おお、まだいたのか。でこいつら仕留めれば。おお、まだ死んでなかった。はい、これで地蔵の周辺で何か変わるみたいなさ。あー、そういうのもないか。何もありませんでしたよと。はい、で新マップ、ここ今飯屋。この先の大仏の下の方に綺麗な玉を持った変なやつがいらっしゃる。おーおーおお、ヒントだ。ここ今もう最北端。あ、さっきの温泉が最北端ね。温泉のマークあるけど、
音声の湯気の部分が数字の1でしか見えないんだけど。はい、で一旦飯、うん、メモはもう買うことないからな。いやー値段が高いな。おいでやす、小田みてえな名前してんな。ははは、変だか、このって感じだ。通称だ、もっと変なやつって、あの愛のところにいたやつかな。愛のところにいたやつっていうか、うお、ちょっと、あー、やっちゃった。あ、待って、あ、これ完全にハマってるわ。境目がどこかわかんない。おお、なにこれ、いかれてやがる。え、これ上、あ、登れるじゃん。はいはいはい、あれ、さっきさ、いや、生きるじゃん。別に登んなくてもよかったのか。取り越し苦労。ここは下に誰かいんのかな。いや、単純に崖になってるだけか。境目がマジで分かんない。うん、いいね、忍者っぽい動き。忍者でもあるし、ロックマン X でもある。はい、で竹林、こっちの竹林エリア。こいつあれだよな、少し光源氏リスペクトしてるよね。ローラーなんか履いて、あー、ちょっ、爆弾がどんぐらいダメージ入るのかわかんないんだけどさ。ちょ、一回団子使うか。で、回復して、爆弾のダメージ量がわかんないから、とりあえずは回復した方がいいんだよな。今術のゲージ上にチラッと出てたけど、あれ何なんだ。で、イノシシ、イノシシはイノシシの上位互換とかじゃないのかな。色違いイノシシみたいのは出ないのか。なんなら今のが色違いだった可能性もある。色違いで上位互換のはずだけど、おじさんが強くなりすぎてワンパンで倒せたっていう、そういう可能。え、うんこ、今のあれか、スプリンターか。うんこ我慢して速く走ってた、そんな感じのキャラクター。はいはい、目的地、敵のボスの近くに来てる。お墓みたいなところかな。お墓っぽくないか。うおお、変なの出てきた。え、なにこれ、化け物だ。あ、待って、あの村、え、一回セーブしようか。はい、これでセーブして、多分ボス戦、あの紫のやつが多分本体。いや、倒せるかな。飛び道具とかに気をつけながら。いや、しかしシュールな絵面だよこれ。ナメクジ、え、ちょっと待って、おじさんがナメクジになっちゃって。一応時間経過で、マジで危ない。時間経過で回復するけど、ちょっときついな。一回回復入れて、いや、2500にしたらあれか。うわー、またナメクジになっちゃった。いや、2500にして、あの刀買ってからまた仕切り直した方がいいかもしんないなこれ。はい、王道、鍵がかかってる。うん、ダメか。とりあえずルートをあちこち、なん、どんだけ出てくんのこれ。でもこれボスじゃないな、多分雑魚キャラ、あやかしの類を使う雑魚なんじゃないかな。無限ループとかしてないよな。
してない。またこれだ、上から降ってくる謎のやつ。これ何なんだろうな。あ、中から脳みそみたいのをぶちまけてる。クマに注意。どこだここ。今上から来たんだよね。おーおー、上横感みたいなやつ出てきた。あ、でもワンパンで倒すんじゃん。おお、いいねこれ。このハメいいな。おお、いいぞいいぞ。もうパート5ぐらいにしてようやく気づくこのゲームの素晴らしさで、カエルになっちゃった。これダメージ食らってんのかな。273でしょ。あー、ダメージは食らわない。ただ姿がカエルになるだけ。いや、これでもあの変わり身の術でさ、木になるより全然良くないか。木になったら身動きできないから、そのボコられるだけだけど、カエルになると自分で動けるからさ、自分で動けるから、その分。あー、ちょっと待って、めっちゃいっぱいいる。思いのほか広かったここ。いや、待った、やっちゃった。とりあえず帰る、一回やり過ごして。いや、でも木になれって出してるか。まあいいや、スルーして。